こんにちは、シードポットの小島です。今日はですね、今ここにありますカトレアのですね、綺麗に咲かせというですね、できたつぼみをいかに綺麗な方向でかっこよくですね、見やすく綺麗に咲かせるか、どうやったらそのうまく花が綺麗に見えるかというですね、そういう方法、それをですね、今日はお伝えしたいと思います。結構この時期になりますとね、カトレアもどんどん咲いてくるという時期でもありますので、株をですね、お持ちのカトレア、今現在どうなのか、つぼみが来てるかどうか確認をいただいてですね、そのつぼみをどう綺麗に咲かせるかというのをですね、ちょっと今日はお見せしたいなと思いますので、洋蘭好きな方、園芸好きな方もですね、ぜひ最後までご覧いただきたいなと思います。今ここにカトレアがね、綺麗に咲いてますよね。こういう風に、例えば2輪でしたら、または3輪咲く場合に、綺麗にそちらにこうね、向いてると、妙に見栄えもいいわけですよね。ところが、時々拝見すると、こういう風に縦にこうなってしまったり、ひっくり返ってこうクロスしたりですね、なかなか綺麗に咲いてないというようなですね、そういう光景もよく目にします。せっかく来たつぼみ、いかに咲かせるか、今日は考察していきたいなと思います。このつぼみ、カトレアに限らないんですけれども、このつぼみというのはどういう風な向きに咲くかって言いますと、条件が2つあります。1つが太陽の向き、太陽に向いて咲くんですね。もう1つは重力、要するに傾きとかですね、そちらに傾いた方にこう咲くというような性質があります。この2つをですね、理解してうまく利用するとですね、こういう風に綺麗に咲くということが言えると思います。なかなかね、理屈が分かってもですね、現実にうまくいくかどうか分からないんですが、こちら、今ね、そちら向かってこう、大きなつぼみが2つついてます。この状態で咲くとですね、非常に綺麗に咲く。今横から見ていただくと、ちょうどこれぐらいの角度ですね、これぐらいの角度でこちらに倒れてます。こちら倒れてる方向から太陽の光を当てると、先ほどのようにですね、綺麗に咲く。ただですね、このつぼみっていうのはどん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 膨らんでくると重たくなります。そうなるとこれね、どんどん垂れてくる。それを支える必要があるので、カトレアの場合ちょっとね、支柱をよく使うんですけれども、ちょっと太い支柱をこう刺してですね、このバルブと葉っぱの付け根、ここをちょっと止めるんですね。止めて、この場合にはこの状態でちょっと曲げてですね、ここで止めておきます。こういうミニタイのようなもので、ここでこういう風に軽く縛ってですね、これ以上前に倒れないという風にして止めておくと、先ほどのように綺麗にそちらに向いて咲く。これがですね、あ、つぼみ大きいのが来たんで、今までこう外向いていたのをですね、自分の方に見たいのでこう向きをすると、これがですね、綺麗に横に並ばないで広がっちゃうんですね。これで言いますとね、横にこうね、離れていっちゃいます。そうすると少し見栄えも良くありませんので、できれば太陽の方向に向けて、そちらに傾けて咲かせるというのが一つ重要になります。これは勝手にいい角度で来たんですけども、すべてがそういくわけではありません。こちら、横から見るとですね、こうね、まっすぐこう来てます。横から見るとこれ倒れてますよね。こういう状態で倒れてると、こういう風に、こちらの花は下向きに咲いて、こちらの花はこういう風に咲いてしまいます。非常に見栄えが良くないんですね。これをこう咲かせたいわけ。どうするかって言いますと、まず横から見た角度。これはね、少しこちらに倒します。そして前から見たと、これちょっと横に倒れてますよね。ですからこれをこういうふうにまっすぐにします。まっすぐにして、しかもこちらへ倒す。そしてこちらの倒れた方向から日を当てる。そういうふうにすると、先ほどのように綺麗に咲くんですけれども、この状態、こちらに倒れてまっすぐ立ってると、こういうふうに重なって変な咲き方になります。この段階でしたら、まだまだ修正が効くんですね。この場合は、まずこのね、横向きにこう角度をつけて、支柱を立てます。そして、葉っぱの付け根と一緒にここで縛ります。そして、こっち倒れてますよね。で、今度正面から見ると、これぐらい。前から見てまっすぐ、左右に、傾かないようにこれぐらいにしとくんですね。そしてそちら側から火を当てる。少しこう角度をつけて、こちらに少し倒しながら、まっすぐ立てて、こちらから火を当てる。今倒れてたんでね、ちょっと角度がね、ついちゃいましたけども、これでそちらから火を当てることで、このようにですね、つぼみが伸びて大きくなってくると、きれいに咲く。という、今のうちに手をかけておくといいタイミングですね。こちら、今ね、シースの上、ちょこっとつぼみがね、出てると思います。これもですね、今のうちに
支柱を立てておきましょう。どう考えるかっていうと、これ横から見ると少し倒れてますよね、こちらにね。この角度はいいと思います。ところが正面から見るとですね、ちょっとこうこちらに倒れ気味です。これどう考えるかっていうと、このシースってこうありますよね。葉っぱをまっすぐにするんではなくて、シースをまっすぐにしてください。ですから横から見たらこの角度、そして正面から見たらシースをまっすぐ。ですからこういう感じですね。でこれも同じく株の元で止めて、今のうちにシースをまっすぐしておくことで、まっすぐこう平行に伸びてきれいに分かれていく。これも今のうちにこういうふうにしておくことで、土から火を当てて今のうちに養生しておく。そうすることで自然にきれいに並んで咲いてくれる。このね、咲く角度によって全然違います。で咲いてこうひっくり返って咲いてから寄せてもですね、やっぱりうまく見えない、きれいに見えないんですね。できればつぼみの段階で自然にそちらに向けて開かせる。それが我々見てても非常に自然な姿で綺麗に見えるというふうに思います。なかなかちょっと難しい、でも難しいんですけれども、この2つの要素、太陽の向きと重力の角度ですね、それをうまく利用して綺麗に探していただくというのが大事かなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。